皆さんこんにちは、こんばんは、レオでございます。ここは京浜急行の大森海岸駅の近く、品川水族館が近くにあるところ。そして私はですね、ここに来たかったんです。ここから見えてますけど、これ近くまでおりますが、鈴ヶ森形状跡という場所に来ております。前回川崎塾からですね、ちょっと電車乗ってね、移動してきたんですけれども、ここから品川塾まで歩いていきますが、その道中いろいろと見るべきものがありますので、ここから歩いていきます。ここが旧東海道になります。もう道幅もその当時の狭い場所になっております。で、これが今も紹介した鈴ヶ森形状跡、遺跡って書いてありますね。で、これ何なのかっていうと、まあ要するに形状場です。まあその名の通りなんですけれども、罪人たちをここでね、罰したんですね。例えばまあ火あぶりだったりとか、処刑、貼り付けとか、まあそういったものを行っていた場所になります。まあ罪人たちのね、まあ墓場と言うべき場所でしょうか。こちらはですね、旧東海道に面しておりますので、まあすぐそこが旧東海道なんだけど、今ちょっと反対側から来てるんですが、なんで旧東海道に面しているのかと言いますと、ここがね、品川宿、まあもうすぐ江戸に着くところなんですけれども、江戸に着く前に東海道を旅している旅人たちにここを見せるわけです。そうするとここには貼り付けされている方々がそのまんま見られるって形になっていたらしいんですけれども、それを見せしめということでして、見せてですね、これから江戸で悪いことをするとこういう目に遭いますみたいな、もう見せしめですよ、本当にそのまんま。で、そういう風に旅人たち、これから江戸に入る旅人たちに見せしめて、気をつけろよといった感じでやっていたそうです。で、これすごいんですけど、これ火あぶりの台なんですって。これね、これですよ。処刑者は皆この石の上で生きたまま焼き殺された。もうすごい恐ろしいことがそのまま書いてありますけれども、この真ん中の穴に鉄柱を立てて、足元に薪をくべて、そこでまあ薪にまあいろいろ縛り付けてですね、それで火を炙って処刑されたといった、まさにもうね、処刑といえば火炙りみたいな、すごい皆さんご存知の通りっていう有名なやつですけれども、で、これが多分貼り付けのやつかな、これが貼り付けの台だと思いますが、ここに罪人がこんな台で上で処刑されたと。これの穴にまあ柱かなんかを立て、それを縛り付けて刺したという、まさに貼り付けですといったものがここにはたくさん残っているんですね。すごいね、なかなかこういったものがなんかこういう風に残ってるっていうのもあれですけれども、ここにもね、その線香をあげられるものがあるんですが、まあ、なんか今度でお線香をあげて、まあここかにお線香あげられるような作りにもなっております。すごいねこれね。もうちょっと前から気にはなってたんだけど、なんかまがまがしい雰囲気を、なんかね、ほんとそんな感じですよ。来てみたらわかるみたいな、なんかここだけ一室の空間というか、そういったものを感じますよ。これが旧東海道にあります品川宿と川崎宿の間にある鈴ヶ森形状跡。なんかもう墓標が多かったりとか、塚が多かったりとかして、マジで本当にお墓って感じなんで、なんていうのかな、下手なことはできないなって感じなんですけれども、まあここにそのお寺があるんですけどね、多分そこの方がいろいろやられている場所なんじゃないかなと思いますけれども、まあちょっとね、こっちの方も見ていきましょう。もっとこじんまりとしてるのかなと思ったんだけど、意外と広いんですね。ここにも鈴ヶ森遺跡
と書いてあります。品川宿の南東海道沿いに1651年に開設された処刑場、いや本当すごい雰囲気を醸し出してますよ。だから今さっきここで見たあの裏側か、まあ、あの塚とかがもうすごい物語ってますもん。本当に結構ここでたくさんの方が処刑されたそうでして、もうなんていうのかな、マジですごかったらしいですよ。もうちょっと語彙力が出せないんですけど、もうまさにここが今旧東海道なんですが、この場所に実際、まあ、僕が今まさに旅人だとしたらね、ふとこの横を見たら串刺しされてる人がいたりとかね、火炙りの刑でされた人とかが普通にいたそうですよ。おっかないですよね。そんな中をウェって見ながらね、見て、あやばい、江戸行ったら本当気をつけようって思いながら、このまま道に江戸の方に進んでいたんじゃないかなという感じでございます。要するに貼り付けの刑ってやつですよね。あのキリスト教でのやつでよく見るやつ、あれが普通に行われてたってことですよね。静ヶ森刑場跡から、しばらく歩きますと旧東海道品川宿方面に向かいましたら、この橋ですね、看板が立っていまして、この橋のことは川崎塾のあの交流課の係の方からちょっとお聞きしたんですけれども、これね、涙橋とも呼ばれております。浜川橋ですね。これ涙橋の理由がですね、先ほどの鈴ヶ森刑場につながってるんですけれども、罪人が鈴ヶ森刑場にですね、江戸から馬に乗せられて連れてこられる時にですね、この橋で親族たちが見送りに来て、この橋で共に涙を流したから涙橋という名前になったそうです。ちょっとね、そう聞くと悲しいお話ですよね。さてちょっとね、涙橋からまっすぐ外れたこの場所に来たんですけれども、すごい坂本龍馬の絵、このね、立ち合い川の場所はですね、あの坂本龍馬のゆかりの地ってさっき川崎塾の人に教わったんですけれども、この辺に砲台があるんですね。まあなんか坂本龍馬とか砲台とかこの辺を聞くとわかると思うんですけれども、あのペリーが来たんですね。その時に備えて砲台を作ったのはこの坂本龍馬、土佐藩の人たちということになっております。で、砲台跡があると思ってあっち行ったんですけど、川辺の方かなと思ったんだけど、全然場所が違いました。まあレプリカとかだからね、多分あれじゃないと思うんだけど、まあ多分ね、この辺の道も全部海だったんでしょうね。もともと海岸っていうか、もう海だよ、海です。これそれ埋め立てたんじゃないかな、ここは。さすがに。だから江戸時代の頃はここは道なんかなかったと思いますよ。全部海。ところどころに金木犀の香りがします。秋ですね。もう10月になるところなんですけれども、いい匂いがしますよ。この辺にあるはず。ずいぶん裏手に入ったなと思って、この公園の敷地の中にあったわ。これだ、これが砲台の跡。この辺にできたと。あ、なんか入り口っぽい大木戸があるんで、ちょっとこのガンムシして入ってきたけど、ちょっとどんな大木戸なのか、書いてある。逆光だけど、浜川砲台というそうですね。ここに逆光だな、最悪のタイミングで来てしまったんですけれども、これがその浜川砲台でございます。どうやって撮ろうかな。逆光だからちょっと最悪なんだけども、まあ仕方がない。この大砲の説明書き、6月アメリカ合衆国ベリーが来るということでして、なんかいろいろ書いてあるんですけれども、土佐藩、これここに砲台を、あ、屋敷があったんですよ。土佐の屋敷を持っていて、ここにね、作っていいですか、願い出たんですね。で、再来航した時に急遽土佐藩が作ったのがこの大砲ということになるそうですね。復元したのは6巻目、6巻でいいのかな。
そう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 、こんなのもあるのね。品川の固めの出汁のよく聞くわ、下にもうまく慣れし土佐節で合ってるのか知らないけれども、まあ そのね、あのここですよ、坂本龍馬がいたなので、先ほど川崎塾で、この辺坂本龍馬のゆかりの地なんですよ、坂本龍馬好きですかって言われて、ああ結構歴史上の有名な人なんで好きですって言ったら、坂本龍馬はこういうことをしたんですよ、ああいうことをしたんですよ、この辺が土佐の領地でどうのこうのつって、品川龍馬会なんていうのがある、知らなかった、こんなのすごい。土佐っていうと高知なんですけれども、すごい有名なのは高知って言われがちですが、実はこの品川付近もとっても坂本龍馬にゆかりのある地として、あんまりメジャーとして知られてないと思いますけれども、僕もちょっとちゃんと知ったのは初めてなんで、理由を聞いたら、あ、こういうことなんだと。本当に坂本龍馬のそのゆかりの地として東京付近で知りたい方は、この付近を行くと坂本龍馬のこととか、坂本龍馬がこの辺で何をしたのかってことが全部わかるということで、知らなかったですね、こんなのが。坂本龍馬ってそういう功績をこの辺に残したんだって。なのでこれから立ち合い川っていう駅に行くんですけれども、そこになんと龍馬像があるそうです。なんでこんなところに龍馬像って思う人たくさんいると思いますが、理由はここにあったわけです。では駅の方に行きましょうか。浜川砲台からしばらく歩いてですね、駅の方面に歩いていきましたら、駅近くのこの公園にありました、ドドンと坂本龍馬像です。東京の品川区、こんなところに龍馬の像があるなんて思いもしませんでしたよ。だって高知の人ですからね。僕も最近まで知らなかったんですけれども、ここは坂本龍馬のゆかりの地ということで、この地域はですね、立ち合い川の坂本龍馬像ということで、この地域非常に坂本龍馬を、大切にしているということになります。20歳の龍馬像ということで、まあ先ほどもお話し しましたけれども、ちょっと土佐藩のね、品川下屋敷がこの近くにあってですね、坂本龍馬この辺でいろいろ警護を当たってたんですけれども、そのペリーがやってくるにあたり、やはりねこの辺でいろいろと砲台とか作ってフェリーに備えていたという歴史がありますので、まあこの辺は坂本龍馬のゆかりの地ということになります。まあさっき川崎でも聞きました、龍馬が世界と出会った町品川と、フェリーが初めて来航したこの地域ですね。その時に坂本龍馬はね、いろいろとね、藩から許可を得て剣術などを修行して、まあいろいろ本当に世界から身を守ろうというか、日本を守ろうといろいろとかなり頑張って、やってくれた歴史上人物の中では、かなり日本に貢献したと言って、すごいね、有名な方ですよね。皆さんも歴史で習うと思いますけれども、坂本龍馬というのは本当に本当に日本をね、かなり良くしてくれた、貢献してくれた、非常にすごい人物なんですね。ちなみに坂本龍馬のですね、お墓というのは京都にあります。で、坂本龍馬が殺されたのもね、新選組に殺されたんじゃなかったかな、暗殺されたということで、京都の大宮というところで暗殺されてしまったんですね。坂本龍馬というのは京都でも高知でも東京でも本当にいろんなところで大活躍したスーパーヒーローということになっております。で、このようにね、全国の多分坂本龍馬の像があるね、案内かな、書いてありますけれども、やはり一番有名なのは高知の桂浜です。で、この坂本龍馬の像もですね、もともとね、なんか違うレプリカっぽい感じで作ったらしいんですけども、レプリカというか、なんていうかな、そしたらですね、後にですね、ちゃんとした像に作り変えて、今では本当にしっかりと作り変えた、しっかりとした銅像になっているとお聞きしました。京急の立ち合い川駅に、やってまいりました。ちょっと時間がなくてですね、旧東海道しばらくちょっと歩くの難しそうなんで、2駅ほど進んだ青物横丁という駅からまた品川宿の方面に歩いていきたいと思います。ということで今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回は品川宿です。